変な動きしてたんだな、スノフレさん。トゥー。今日はコボクルー本国寺名サンプス。あー、覚え気は無理やった。ミンさんメイン脇だったよ。メイン。で、エレキには来てないです。エレキにいます。富士宮、リンゴ、サントスぐらいまで城が出せそうな感じ。貨物で富士宮が手で直しました。あれ、高脇君は？あれ、後ろで見てます、リンゴは。え、僕、手で直して最後、石球の、あ、直し直し直しない。もうすぐに抜けてる。石球？え？あ、石までたどり着いてなくて、その石の通路です。あ、はいはいはい。うん。飛べちゃう。びっくりした。キッチンに阿部高垣名屋が湧いて、名屋高垣が展望デッキ行って、アベレージが、はい、武器庫上タスク、秋風さんと会って最後エンジン上です。そうですね。なので、ね、多分皆さん驚いてるのが。そうそう。高垣くんが展望に入ってて、俺展望行こうと思ったけどタスク多分なしで、やめたじゃないですか。そう、キッチンのバーガータスクやった後に武器庫に入って。で停電になったから高脇が直してくれるよなと思ったら、そう、僕はもうボタン配線やってすぐ抜けて、停電になったから戻ろうとしたんだけど結構早めに直ったから、そのまま引き返して石油に行ってる途中です。なるほど。石油なんだ。石油の中にいるわけではない。あ、そうですそうです。たどり着いてないです。メインで俺が湧いた後エレキに降りて789ぶち抜きでアスタリスク行って、その後98741で終わり。うんうんうん、メイン脇で正しくてスナッパイさんじゃないなら誰に乗るんだ。秋風さん、秋風さんはね、秋風さんと私がエンジン脇なんですね、うん、私は上方面、秋風さんは左方面に流れたと思う。で阿部ちゃんとってアベレージさんに合ってるんで、うんうん、だからね、僕目線でね、阿部ちゃんが無理。え、あ、そうなの。あ、そうなの。阿部ちゃんは通り過ぎてってんの。いや、阿部ちゃん近所からあと会ってないです。武器庫の上で、私が入った時にいただけで、うんうん、終わった後はいないんで。ああ、そうだね。そのままの最後がエンジン上です。うん、あ、じゃあできるね。エンジンに来てたら全然できる。ああ、上まで抜け切ったんだ。うん、あ、うん、じゃあ、いや、わかんないな。そしたら、まあ、うん、右の方とか無理な人は、藤宮が手で直したっけ。藤宮視点で、まあ、ハイブリさんとリンゴさんは絶対無理。直した時、近くにいたから。うん、ハイブリッさんもまあ貨物から下側行くのを見てるから、まあ概ね無理。そうだね。で、リンゴさんと俺が下行くときにリンゴさんとサントスさんが給油やってるのを見てるから、サントスさんも無理。藤宮は無理ってできます、その2人らへんから。僕は定点直してるんで、まあ、で無理だな。無理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 。ゲンさんも無理。貨物組は絶対無理だと思う。ゲンさんも厳しいと思います。ゲンさんも無理。見てないですね。もうちょっとちょっと、阿部ちゃん、阿部ちゃん、阿部ちゃんめっちゃ気になる。あ、いや、タスクテープ終わった瞬間にカメラ見たらコミサボだったんで、あ、コミサボ入ってたんだって感じでした。コミサボだったのにカメラ見始めたからええっつって。テープタスク中で分かんなかった。ごめん、初手が無理なのが藤宮、リンゴ、ハイブリサントスが貨物組、ハイブリサントス、ゲンが厳しそうなんだよね。ゲンさんはボタンだから、まあ、うん、厳しいじゃない。メンジンの皆さんを追い抜かないとダメですね、うん、リンさんが。リンさんがね、メインで湧いた後どっちに行ったかは分かんないですよね。最速僕がエレキ降りちゃったから、いたのだけ見たって感じで、ちょっと何したかは分かんない。左じゃない、右行ったら誰も届かないから、左だと思うんですけど。右はもう完全固まってて大丈夫そうなんですよね。てるっとしょ。阿部ちゃんって何のタスクもせずに、キッチン武器庫コミューエンジンって言ってないっけ。タスクが武器庫上タスクですね。それを秋風さんと一緒にっていうか、まあ僕が先に終わった感じかな。秋風さんってメイアベレージに挟まれてるからほぼ無理。無理だと思う。そしたらワンチャンゲンさんはできんじゃない一応。あの、ダッシュで左来ててエンジン縮小って、阿部ちゃんがタスクしてるんだったら。あ、最速で初動走り出してないよ、リンさんは。うん、止まってます、それまで。うん、俺がエレキ降りるまで。多分動きエレキ方面に入る入り口までは動き始めてなかったと思う。
シャワーに行ってた場合でも右の人たちって無理なの？そうそう、それとね、ハイブリが最後、覚えが出てくる藤宮君とすれ違って診察のゴミ箱タスクやってるんで、そっちの方に来てたら停電中でも多分弁当は使えないと思うし、まあ貨物弁当は使えないから、まあ、うん、あとさんが、うん、それ以外に切るところがあったらぐらい、うん、そこラインじゃない限りは弁当使用切るは難しそうですね。私ラウンジのトイレ前まで行くのが精一杯で、給油支給まで見られてるんで、シャワーの方までは届かない、メイン脇でラウンジまで来ないと思いますけどね、うん、初手で、うん、それも思う、うん、あ、まあ、唯一俺か、俺だね、できないんじゃない、でも早く、まあでも貨物に藤宮とかがいて弁当使う可能性が、うん、じゃあ誰ができるのこれ、まあメインアタカーのあたりがキッチンメイン弁当、うん、うん、アベゲン、まあ、アベレージが素直にエンジンか、スナパイさんが嘘ついてるか、スナパイさんが、まあ、4択かなと思う、うん、まあ、まあ、アベレージ筆頭でそのものが嘘のケースってあります、これその場合だと貨物に来てたら、めちゃすぎるでしょ、嘘だったとしてもアーカイブとかしか湧くとこないと思いますよ、うん、やっと配線できる、覚えゲー、覚えゲー、泣き風アーベレージ、カメしかカメ、ごめん、ちょっとこれね、サントさんセリフだと思う、え？ね、アベレージが、え？サントスさんが阿部ちゃんを切ったの？うん、切って死んだと思う。え、あれこれハイブリさんが飛んできたのか？ちょ、ごめんなさい。シェリフはおられますか？シェリフいる？え、ハイブリさんが見つけたのは誰ですか？サントスさん。サントスさん。どっち？アーカイブで停電になって左直しに行こうとしたら直って、でそのままホンダのタスクやろうとしたらサントスさんが来て、で。サントスさんが多分僕のことを言って死亡したのにハイブリさんが右から入ってきて死んでるやんで通報。たいや、うん、ハイブリさん殺してないわ。どっちかというとハイブリさんはどう見えますそもそも。ラウンジからアーカイブ入ったら死体が立って横にアベレージ君がいるので切った瞬間とかが見れてるわけじゃないから、うん、シリフ字幕もあり得るんだけど、まあでもアベレージ動いてなかったってことですよね。そうだね。振り向いたね。でもあの瞬間移動的な動きがあるから大事じゃないですか。そうそう、瞬間移動的な動きは見てない。じゃあ体から離れたみたいな感じ。俺はアベレージを後ろで置きたくて、リンゴさんをエレキで見てて、僕がメインシャワーって言ってるので、それでリンゴさんの左で高垣メイヤーを見てます。ちょっと分かる、微妙なところ。エレキから上がってってる、はい、エレキから上がってってる、エレキから上がってってます。うん、だったらエンジンの方行ってる。私が8番のタスクしてる時、ああ、うん、それだったら俺が怪しくなるかも。スナパイさんとコミュでダウンロード重なった後に、僕はエンジン宿舎で、宿舎あたりで、うん、宿舎あたりだったっけ、初号機左あたりでメイヤさんと会って、そのままミーティングって感じなんで、ちょうどエンジンのとこだけ空白ですね僕は。メイヤさんと高垣がコクピット行くのと同時ぐらいに自分がコミュのダウンロード入って、でその後アップロード行ってます僕は。うんうんうん。高垣視点誰が怪しく見える？麺屋さん全然できる位置だと思う。高垣くん目線で俺ってできる位置なの？弁当使えば全然いけるくないですか？おかしいね。絶対じゃあ高垣くんでいいわ。高垣くんって僕が最後ミーティングの足を登ってるの見てるよね、うん、でコックピットからエンジン宿舎と来てるんだよね。うん。俺その後どういう風に何の動きしました？コックピットの後、コミュでダウンロードやってるんで、でその時間はメイヤさんフリーだから全然メインとかできる時間あると思います。リンゴさん切る原産もあるんで、ちょっとそこ置いといてもらって。いやでも釣らないとダメだから、俺は高垣にいる。いや釣るんだったらメイヤさんまで。メイヤさん目線私あります。いやメイヤさんまで釣ってほしい。見てない。俺ね、釣ったらじゃあメイヤさんまで。俺ね、宿舎前にダウンロードしてるから、高垣がコックピットダウンロードしてるんだったら分かるわ。ちょっとごめん、相方私バイタルから行ってるんで。待って、何やったっけ、衝撃的すぎて忘れてもうたわ。亀しか亀。
俺もう押しちゃってんだよね。いやー、捕まったナイス、いやーごめんナイスナイスナイスごめんよ、最高だ。いや、これはね、わからんかったわ。いや、私が悪いです。いや、私が悪いです。いや、わからんかったわ。いやー、届いたか、ゲンさん。え、初手切りは誰がやってるの？スナパイさんです。あ、やっぱエレキでやってるのか。普通にやってる。スパイゲンどっちかやつらないかなと。あー、なるほどね。あー、なぜ。そうだね。ナイス。いや、高垣くんも全然俺目線はあるから、ベントとかで飛んで。うん、そうだね。うん。うん、しかも、釣られたかった。いや、まあ、わー、すごい。イベントで出てくれたのを見てから押しました。どういう風に見えちゃいました？あ、佐藤さんから僕、いやなんかそう赤いビリピタッと止まって、お前やってるだろっつって動きがね、マジでなんかそうだったのよ。アベレージ君がえっていう感じでこっち振り向いて、俺もレポートする前に一瞬えってなってからレポートを苦労したから僕はハイブリさんに僕がやったんですかって聞きました、一旦。いやー、大変な動きしちゃった。いやでも私が悪いです。ミサイルする場面じゃなかったんで。高垣さんの日ですね。矢田枠さん、すごいじゃん。参照。すごい。初めて買ったよ。あら、初めてで参照だ。すごいすごい。あらあら。あらあら。あ、じゃあもう、今のマジで分かんなかったんで、すげえな。満足です。シンプルに高垣くんが怪しいと思っちゃってた。うん、やったー。詳しくないな。はい。はい。じゃあ、今日のアモアサこれにて終了とさせていただきます。皆さんまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。